ちは、あきです。今回はちょっといつもと趣向を変えて、私の飼ってる熱帯魚の様子をちょっとだけ動画で撮ってみました。で、使ったのはいつもの富士フィルムの XE3 です。で、前回ね、なんかの時にちょっとだけ動画をね、載せたんですけれども、その時は三脚で固定してたんですよね。で、今回は手持ちで頑張って追いかけております。で、使ったレンズはニッコールの 135mm の F2.8 というね、とても長いレンズです。なので手ブレがひどいはずなんですけど、今回はね、ダヴィンチリゾルブのあの電子手ブレ補正でね、少し軽減してもらっております。今回使っているフィルムシミュレーションはアスティアですね。ビビットのベルビアにしてもよかったんですけど、まぁ、ちょっとね、コントラストつきすぎると、影の部分に入っちゃった時に全く見えなくなるので、まぁ、アスティアぐらいかなと思ってね、それで撮っています。で、私大体カメラ系、写真系の YouTuber みたいな感じでやってるので、まぁ、お魚の話されてもって視聴者の方が多いかもしれませんが、まぁ、ちょっとだけね、被写体についてお話しさせてくださいよ。今回もこれ撮ってるのは、前にね、ちょっと三脚で撮った時にも言ったかもしれませんが、私はコリドラスというナマズの仲間を飼っております。まだね、3センチぐらいなので、子供かな？幼い感じですね。赤ちゃんではないんだけれどね。なので、今頑張って大きくならないかなっていう風にご飯をあげているところです。怒ってるね、粉みたいなのがご飯です。で、私、この水槽に土とかを全然敷かないんですよね。前も言ったかな？忘れちゃいましたけど、そういうの敷くとね、こういう粉系のご飯って、どんどんその砂とかの中に入っていっちゃって、中で腐っちゃうんですよね。だから私、全く何も敷かないタイプの、まあ、ベアタンクっていうタイプでね、飼育をしております。で、あと、コリドラスの他に、エビちゃんが3匹、南沼エビがいるのと、あと、赤ヒレっていうね、普通に泳ぐお魚、温帯魚が1匹入ってます。赤ヒレは、まあ、なんていうかな、大きいご飯とかをね、パクって食べてくれるんですよね。だから、まあ、ね、泳ぎも見てて、そのコリドラスとはちょっと違うタイプのお魚がいると、まあ、動きが華やかになるので、赤ヒレちゃんも入れております。で、熱帯魚好きな方が見に来る可能性もあるかもしれないので、一応使ってる機材の話をしておくと、水槽はね、30センチの規格水槽です。で、枠ありです。本当はね、そりゃフレームレスの方が綺麗なのかもしれないんだけど、やっぱり地震のこととかいろいろ考えると、やっぱ枠ありがいいかなと思ってね。別にレイアウト水槽でもないので、もう本当生態をね、育てるというか飼うだけの水槽なので、もう枠ありの水槽を使っております。で、ろ過器は、まあいろいろ昔から使って、なんだかんだと変遷はあるんだけれど、今は水作のね、上部フィルターを使っております。なんだっけ、水作ブリッジフリーかな？ちょっと忘れちゃったけど、まあそういうの使っております。で、中には、水作エイトのろ材をね、純正だと本当は入れるんだけれど、私はリングろ材を袋に詰めて、ガチャガチャとマネットにね、詰めて入れております。で、まあ昔はね、水草とか植えて、栄養を吸い取らせて、苔防止だとかいろいろやってたんですけど、まあ水草の管理もめんどくさくなっちゃって、今は作り物の水草を入れております。で、まあ別になくてもいいんだけどね、まああった方がなんとなく見た目がね、緑があると華やかになるなっていうのと、あとエビとかね、あとコリドラスがまあ入り込んだりとかして、休んだり足場にしたりしてくれるので、まあそういう目的でね、入れています。で、ご飯は、まあ、コリドラスがメインなので、タブレットって思われる方もいるかもしれませんが、私は粉系の餌を好んで使っております。タブレットはいいんだけど、なんかあんまりね、コリドラスの口ちっちゃいから、それもね、なんだなって思って、で、コムエもね、赤ヒレ1匹だけですから、下流のね、光クレストの、今日はカラシンかな？を入れてます。で、たまに、たまにっていうか、交互くらいでかな、光クレストのディスカスを入れたりとか、あとタブレットフードで入れてるのは、たまにセラのね、どっちだっけな、ビフォルモかな？を入れてます。で、あれはね、粉になるのですぐね、なので、コリドラスもズズズズって吸い取って食べてくれるので、あれはタブレットと言いつつ、まあ、粉餌かなって思いながら使ってます。で、またカメラ的な話をするんですけど、まあ、どういうレンズを使うのがね、いいのかなっていうのは、結構、
新しいレンズを買うたびに悩んでて、あの水槽を取るときにね、悩んでて、で、私 50mm ぐらいのレンズが一番たくさん持ってるので、まあ前もね、それで撮ったんですけど、まあでもどうかな、なんか、このぐらい、まあだから換算でね、今回は 200mm ぐらいのレンズを使ってるんですが、このぐらい望遠側の方が、まあ離れたところからね、それなりに拡大して映せるし、で、あんまり寄るとね、なんか、ゴミが目立ったりもするから、まあね、そのぐらい離れてあげて、で、そうするとね、魚にもそんなに圧をかけなずに済むので、まあ、このぐらいがいいのかなって、今回撮ってて思いました。なんかね、今までで一番よく撮れた気がするよ。それは、まあ、ニコールがね、綺麗だからっていうのもあるかもしれませんが、まあ、なかなか良かったんじゃないかな。で、あとね、電子手ブレ補正、あの、ソフト的なね、補正も結構効いてくれて、ああ、こうすればいいのかってね、ちょっとソフトの使い方を学びました。ということで、ちょっとね、普段と違って、動画オンリーな動画になりました。ん？動画オンリーな動画？なんだ？なんかそんなんだけど、まあ私には珍しい動画でしたが、今回はこの辺でお別れでございます。また別な動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。